そのダルビッシュに対してこの小久保がね相性がいいんでしょうね。バットに当たればいい形っていうね、はい、その前もレフトフライだったんで1打席もレフトフライだったんですけどタイミング合ってましたからね、はい、そういうものがねやっぱ思い切ってバットを振らしてくれてるんじゃないかなと思いますね。さあオージズバッティングが好調上向いてきました。さあランナー走って打っていった。これはどうか。伸びていって入った。今のバッティングです。打った瞬間もう確信してましたよね。あのねインコースのスレート、はい、やシュート気味に入ってきたねその甘い球じゃないですよ。でも打ったこのオーティーズのバッティングが素晴らしいですよね、はい。まあ、国防もスタート切ったんですけど、そうですね、まあ、そのねランナーが走ったっていうのにちょっとこう動揺しましたか。すごいコントロールが少しその狂ったのか、はい、ちょっと投げ急いだのかっていうのも少しはあるかもわかりませんよね。